艇の市橋が勢いよく飛び出していきました。さあここから出てくる市橋、1号艇の松井光栄が先に待って、市橋はまくり出しに切り替えていった。その内側2番4番クギッと待ってバックスレッジに入りますが、松井光栄が踏ん張っている。2番手から6号艇の市橋、3番手は2号艇の西原で、後方3艇は5番4番3番スタート正常でした。直線追いついてくる6号艇の市橋、しかしこれを抑えるか、いやー引いた1号艇の松井光栄、先に行く市橋に対して松井光栄がその内側へ切り込んでホームへ折り返していきました。立ち上がりでアウトカーとか言うてるんだよね。内側で踏ん張れるかどうか、1号艇松井光栄も外側からじわっと離していく市橋、すごいパワー。21番の旋回、そのまま市橋が先に待っていきました。外に開いていった1号艇松井光栄がもう一度乗っていきたいところですが、先頭2番手は一気に低感が広がりました。3番手は5番と2番が競っている。5番手から切り込んでくる4号艇の北見健太も、3番手は5号艇の草原翔太で、体型が615となってスリットラを通過。全然赤いよ、615ってないね。ね、615って。6号艇の市橋隆、2番手が1号艇の松井光也、そして3番手ですが5号艇の草原翔太。上位体型が6番、1番、5番、615の体型です。4番手は4号艇北に、5番手が2号艇西原、最後方には3号艇の豊田が続いて最終周回です。大外6コースからトップスタートでした。そこからグイグイ出ていって1番手は松井の内側へまくり出していきました。松井が踏ん張ったかと思われましたが、その後競り合いでは一気に足の差で蹴りをつけた6号艇の市橋、2番手1号艇の松井光也、3番手5号艇の楠原翔太で、体型が615、後方3艇は4番2番3番の順に続いています。3連単は 33.3 倍です。最後のホームへ帰ってきました6号艇市橋、松井光也が2番手で楠原翔太が3番手、体型が615の第8です。先頭6番の市橋五輪、続いて2着1番の松井、3着で5番の楠原が今五輪、4番の北に2番西原、ラスト最高峰で3番の豊田五輪。大学レースの決定は1着6番、2着1番、3着5番以上です。中井貴一さん多め。今日最後の一般戦になります。9レース、こちら新入固定戦のスタート展示になります。なおこのレースオール女子レーサー6人の対戦です。チルト角度ですが、5号艇の金子がレート、5号艇の5号艇マイナス 0.5 度、チルトは5番がレート、他の固定マイナス 0.5 度です。第9レースは令和のオールドロゴ5号艇マイナス 0.5 度です。内から順に1番が 0.5 キロ、大村3番が1キロ、5番が2キロ、6番が 1.5 キロ、それぞれ行っています。前走成績です。1番の鵜飼、前半は5着、4コースから 0.39、 2番の木村、前半3着、6コースから 0.25、 3番高田、前半6着、6コースから 0.14、 4番の高石、前半は1着、1コースから 0.14、5番の金子、前半5着、4コースから0.33でした。第9レースは新入固定戦です。枠番通り3対3となります。それでは続いて競争スイミングは9レース新入固定戦の周回展示です。1号艇鵜飼の方、2号
艇木村千妃、3号艇高田彩、4号艇高石里奈、5号艇金子千穂、6号艇西岡成美、以上の6名です。お待たせしました。以上で新日本固定戦第9レースの展示放送を終了いたします。ただいまオートレース浜名湖第9レースの投票券の発売を開始いたしました。オートレース浜名湖第8レースの勝ち船番号並びに払い戻し金をお知らせいたします。2連単6と1の組550円、3連単6と1と5の組3330円、その他はご覧の通りです。マジンさんやったがさすが郡山プロ。1号艇フライング、2号艇コンマ12、3号艇コンマ00、4号艇コンマ36、5号艇コンマ41、6号艇コンマ22。なおこのレースは新日本固定戦です。続いて展示タイムです。1番向井6.68、2番木村6.69、3番高田6.69、4番高石6.69、5番金子6.70、6番西岡6.68でした。
ートレース浜名湖のピットです。この時間はオール女子戦第9レースピット解説をお伝えします。まずはスタート天使のリプレイからご覧ください。今節2回目のオール女子戦です。そして固定戦です、はい。まあ、初日も固定戦ではありましたけれどもね、はいはい。枠なりの3対3です。固定戦ですので、はい。まあ、気配は1号艇の向井選手がね、3日目あたりからちょっとスタートいけるようになってきたかなという感じはするんですけれどもね、あの動きは悪くないと思います、はい。あの大池選手が優勝戦にそこも進めている感じですけれども、まあ、あの試運転なんかとかあの朝のスタート練習なんか見ていてもモーターの動きは悪くないなというところですので、あとはスタートというところになると思います。はい、スタートタイミングはこちらをご覧ください。続いて天使情報です。まあ、タイム的にも鵜飼選手が、まあ、少しね今日気温が上がっていますのでその辺のところを気をつけて調整をしてしますと言っていましたけれども、まずまずいいタイムが出ているなという感じがしています。はい、続いては庄司さんの見どころフリップです。まあ、進入固定戦ですので高枠有利かなというところですけども、まあ、お休み明けで、というところでね、鵜飼選手が、まあ、だいぶレースに慣れてきたんではないかなという感じはしていますけれども、やはり今日は向かい風水面ですので強弱がありますけれども、まあ、鵜飼選手がコンマ1号から20の間でも全体的に遅れる可能性もありますし、まあ、全体的に、ね、中枠勢が速くなる可能性も十分というですので、はい、スリット体系を読むのが、ね、非常に難しいレースではないのかなというふうに思います。ただ小枠1号艇で、ね、固定戦ですし、昨年の9月16日以来まだ鵜飼選手ね、最近ちょっと、まあ、お休みもありましたけども1着取ってないんで、この固定戦ではあればね頑張れるんではないかなというところで鵜飼選手がに頑張ってもらいたいなというふうに思っています、はい。ただやはり本戦としてはやはり2号艇の木村沙幸選手がまくっていく可能性も十分ありますので、まあ、鵜飼選手が先に回れば差し構えなんですが、2号艇、3号艇、4号艇、今節の動きを見ているとこの3車の方がいいんではないかなというふうに思います。まあ、この3車プラス6号艇西岡選手、三国のミーラス戦でもレース少し見させていただいているんですけども、まあ、それも踏まえながら、まあ、この3車のボックス系であれば狙っていけるのかなという感じがしています。ただ鵜飼選手もね、全体的にスタートが遅くなる可能性もありますし、今左線ね、まずまず早めに仕掛けていましたので、もう少しずらすだけですので先に回っていければ十分ね、鵜飼選手の自力を発揮できるんではないかなというところで、213とか321とか123とか3443乗り返して1で粘り込むとか、まあ、この辺を1234566点抑えてみました。まあ、ここはね、あの新入固定戦ですし、はい、まあ、オール女子戦ですね、まあ、鵜飼選手対ヴィーナス世代という戦いになると思いますけれども、まあ、どちらの選択肢を取るかというところになるんではないかなというふうに思っています、まあ、やはり、ね、地元の木村沙幸選手が実績では、まあ、木村選手も休み明けでね、まあ、そろそろモーターの動きも悪くないですし、戦っていく上ではやはり2号艇が20丸ではないのかなという感じはしていますけれどもね、はい、はいはい。ご覧のようにフォーカスを上げていただきました。参考にしてみてください。以上、第9レースピット解説をお伝えしました。令和の大泥棒ゴエモンさん20万当たって心臓止まりました。
魔人さん、大家さん監視中。鈴木隆参考人社長の勝運をお祈りします。オートレース浜名湖第9レースをあと5分で締め切ります。
開催の4日目、準優デーです。マンスリーボートレース杯、このあと3つ、終盤は準優勝戦が組まれていますが、その前に今日最後の一般戦でお楽しみいただきます。第9レースは新入固定戦、この9レースオール女性レーサー6名による対戦ということになります。1号艇には鵜飼田穂子、2号艇木村佐伯、3号艇高田彩、4号艇高石里奈、5号艇には金子千穂、6号艇西岡成美です。大ベテラン